バチは指2本開けて持ちましょう。使いますか、和太鼓で使われるっていうのはなかなか三拍子って珍しいですよね。だいたい四拍子系ですもんね。音楽でいうとあれですね、三拍子ってあっちゃ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 っなかなかとっつきにくいと思いますが、そうですね、三拍子だとね、まあ、右左行く方だとこうずっとあのつくつくとかね、三拍子だとこう手順が変わりますもんね。途中で入れ替わる、右左右で左右左と右左右左右左とこれが入れ替わっていくんで、どこ打ってんだか分かんなくなる、そうですね、うん、ね、あると思いますが、まあなんかよくあるのはバナナとかリンゴとかパイナップルに当てはめるなら、パイナップルはそう、あとブドウ、リンゴ、バナナ、リンゴ、パイナップルじゃない、パイナップルは入りますリンゴ、バナナ、あの子グマとかキツネ、タヌキ、タヌキ、コザルとかね、はいはい、3文字に当てはめて、バナナ、バナナ、キツネ、キツネ、タヌキ、タヌキ、タナカ、タナカ、スズキ、スズキ、カトオ、カトオ、サトオ、サトオ、ヒロシとかね、なんでもいいですね、3文字だったら覚えやすいやつね。そうすると三拍子取りやすいですね。三拍子取りやすい。ひとしとか、さとしとか、ふとし、たかしとか、ね、何しでもいいですね。はい、覚えやすいやつね。まずやってみると、馴染むと、慣れるというそうですね。がいいと思います。はい。そして、このツッツッ、このツッっていうちっちゃい音ですね。これで打つときはですね、抜き手で、抜き手で、バチを立てて、ちっちゃい音で、まずは、ちょっと打ってみたいと思います。ツッツッ。右の右左右左右、そのまま今度は左右左ですね、の左右左、はい、でこれで一つですね、右左右、はい、左右左、最初はちょっと切って、せーの、右左右、はい、左右左、右左右、はい、左右左、はい、こういう形でゆっくりちょっと馴染んでやってですね、でこの間を今度はつなげて右左右左右左、はい、そうすると3拍子ですね、今のはちょっと4拍子になりますから、つなげると3拍子です、せーの、右左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 、はい、ですね、もう一回、せーの、右左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 、はい、こういう形でちょっとゆっくり馴染んでいくと、で少しテンポを上げて右左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 、調子の一拍目がどこにあるかっていうのを意識するそうですね、だんだんちょっと分かんなくなりますね、この3つの頭がなんで、だんだんと左左右左右左右左とっていうようなアクセントをつけると分かりやすいです、はい、迷子にならずに済みます、そうですね、はい、で今度はドンってことね、強いドン、ドン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 コンドン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 コン、はい、じゃあゆっくりですね、ドンコンEasy.
ちょっとやっぱり取りにくいといえば取りにくいですよね。そうですね、3拍子、はい、そして今度はつくつくですね、はい、つく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 3回8分音符形ですね、はい、8分音符形ですね、つく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 ですね。じゃあ一回ちょっとゆっくりです、はい、せーの、まあ、つくつくつく、はいですね、これはもう右左右左右、まあ、2つになるからですね、ちょっと割りがいいかもしれない、そうですね、せーの、つくつくつく、これで一つですね。つくがつくつく一二三つく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 ですね。じゃこのつくつくつくを二回し、せーの、つく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 ですね。はい。ではこれもゆっくり二回、そしてちょっと早く二回ですね。つく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 、いや、つく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 、アクセントを合わせましょう。次回もお楽しみに。